はい、皆さんこんにちは。今日はですね、アルゼンチンからアリが来ていただいております。でですね、さっきアリからアルゼンチンスタイルの挨拶を教えてもらったんで、今日はそこから始めたいと思います。はい、アリ。はい、うん。っていうね、アルゼンチンではキス&ハグっていうのが普通の挨拶らしくて、もちろん男同士でも男の人と女の人でも誰かに問わずやるね、全員でね、バッチョ同士でもやったりするみたいです。ということで、本日のゲストもこのキス&ハグからの挨拶をしてもらおうと思いますので、ゲスト紹介しましょうか。本日はですね、KEC からですね、瀬川先生来ていただいてますので、どうぞどうぞ。イエイイエイ。はい、はい、おいゆうげKiss and hug. Okay. Not like. そんなちゃうの。あのキスはねっていう音をなったら。Sound. Very important. ね。でもちょっとキスとハグって照れるよね。そう。日本人ね。めちゃくちゃ照れます、ね。でもこれが普通みたいなんで、全然もうみんなでやってる。ということで、じゃあ座ってゆっくり話しましょうか。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい。はい、もう早いもんで。あっという間に11月、季節も変わっちゃいましたね。そう、シーズン、俺にチェンジ。アリはスキーの先生が出て、北海道で。So if you almost go to... Yes, 15 days. 15日後に、2週間後になんか北海道ってスキーの先生が出て、北海道楽しみに。Yeah. Are you looking forward to go? Yes. 楽しみで。カナダも寒いもんね。冬は寒いですね。1月、2月とか。トロントで引っ越しちゃったよね。引っ越しちゃったんです。冬場の引っ越しはどう？冬場の引っ越しはもうね、極寒ですよ。極寒。朝5時ぐらいで行って、1時間で行って、うん、で、またトロント持ってくるんですよ。会社はちょっと郊外みたいな。あ、そうなんですよ。トロントちょっとそこにあって。うんうん。ミシサガとかやったんですけど、そこが1時間かかって、そこまでトロントに乗ってきて。それぞれ準備して、そうで、引っ越しする場所まで行って、あ、そうです。で、荷物進んで。そう、2月ぐらいはマイナス30度ぐらいです、うん、そんな時期に引っ越しする人おんの？その時期はそんなめちゃくちゃないですけど、ありますね、ギリコンを分けて。どうなん、全然関西もイメージできんよね、雪の中の引っ越し。北海道はどうしてるの？そう、行くのイメージ、How to do that? Can you imagine? House moving? Yeah, house moving. What's it about house? Furniture. Furniture? Yeah. Wow.Because there is a lot of snow, so I don't know how. I think they don't move in the winter. そうですね。Yeah, I think so. 冬場はせんっていうことが一番いいよね。じゃあ、ちゃう話しよう。In all the winter, felt between 14 and 17 meters of snow. ニセコでは14メーターから17メーター雪が降る。Furniture? Moving the house? No. できないね。Maybe そんなに作ってたらできない。いつもどうやってやる？冬場。冬場ですか？うん。なんか何の趣味の？冬場の趣味。I don't do any sports in the winter season. No? Maybe I just run. 走ってんの？ Yes. まあ、マラソンとかあれやもんね。冬のスポーツ。うん。Have you been to another ski area in Japan?じゃあ北海道。No yet. 長野。長野でどうする？ Very important.Yeah. The Olympic Games. Yeah. 長野オリンピックね。Yeah. Then, so we have the closest ski area near the Shiga. Shiga Prefecture. Shiga. Yeah, just 1 or 2 hours from here. It's close to Kyoto, right? Yeah, up over. The right. Yeah. You should go. Yeah. でも日本は結構スキー場あるんね。はい。そんな感じで今から冬が始まるということで。雪の結晶のチラシがちょっと告知してもらおうかなと。ありがとうございます、はいはい、こちらのチラシ最初に貼ってますけど見ていただいて、はい、何かと言いますと今高校1年生と2年生、はい、経営して今度冬にですね、まあ、11月から12月にかけて、公開講座っていうのを、ね、やるんですね、うん、で高校2年生にとってはすごいビッグなイベントになってまして、何かと言いますと大学入試が現センター試験から共通テストに私が変わると、うんうん、でそれの、まあ、対策講座っていうのが、まあ、英語と数学でありますのでね、はい、こちら無料で
皆さんご参加していただける、はい、無料なんだ。そうなんですよ。いつも授業してくれてる先生がやってくれるので、次来年3年生になる子とか、うん、まあ、めっちゃおすすめの講座になったりので、はい、まあ、ぜひ詳しくは KHA のホームページから、はい、検索やまって、はい、はい、まあ、近くの講師に電話していただいてもいいですので、ぜひぜひお待ちしてます、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこんな感じでいいですか？はい、はい、では終わりましょう。じゃあね、またね。バイバイ。またね。